離されたな、でかいくせに。だからこそ持っているエネルギー量の桁が違うのです。このスケール差を埋めるのは容易ではありません。だが、なんとかしてくれるんだろ私はウィザードではないのですよ、マスター。あくまでツールとして、可能な限りお使いしましょう。何をした？長所の無茶を。持って数分ですが、飛べます。孤立した敵艦一隻の撃沈には十分でしょう。撃沈か。他に手はないのか。状況から考えて、あそこにも囚われた人たちがいる可能性が。仮に足を止められたとして、降伏勧告でもなさります？彼らは応じるかしら。言語が直接通じるかご存知ですか？無理かな。そうですね。いっそ見逃してしまうのも一手でしょう。けれどその場合、捕虜はディナーかゾンビ兵。これより敵戦闘艦を破壊します。マスター、あなたがやるのです。私を使って。了解した。重いな。両エンジンカットオフ。電力には ACS の余剰出力を当てます。マスターアームどうぞ。ああ。マスター。ん？本機の軌道は他のいかなる機体よりも軽快です。ふん、そうだ、そうだった。エンゲージ。おっと、ようやく歓迎会か。お気づきと思いますが、現在規則の増減は一切不可能です。格闘戦ではオーバーシュートに気をつけて。 RCS はどうだ？使用する策略の記録に外部の酸素は不要です。 RCS は生きていますよ。そうか、ま、頼るわけじゃないがな。雑魚は後回しです。わかった、悩みの種から片付けよう。沈黙。ああ、非常と思われますか？誰がだ？お前か、俺か。今できる最善だったのだろう。俺たちは敵を倒したんだ。なんだ、結局お前の方がへこんでるのか。 ACS はあとどれくらい持つ？300秒は保証します。それまでに新鮮な空気を吸わないとな。星が綺麗だ、名残惜しい。中でもひときわ美しいのがこの惑星。私はそう教えられた。お前でも人から物を教わることがあるか。一体誰だ？ウルトか？それは正面より攻撃照準、レーザー来ます。
このまま落としてました。4万フィートでキャリアに呼びます。その頃にはエンジンも回るはず。損傷は ACS がやられた。くそ。エフィ、敵の姿を見たか。後にしてください。今 Y1 にはパワーソースが皆無です。二次電源が切れる前にエンジンを回して。もうあの暗がりは真っ平だわ。そうか、お前は悪かった、早計だった。いえ、すみません、忘れて。マスターの言う通り、なんとか姿勢制御を、抵抗の意を示さなければ。構わない、頭下げて突っ込むぞ。追ってきそうか。カペラに反応はありません。俺たちを落とすのが目的ではなかったのか。チャリオットとぶつかった。敵は単独のようでしたから、さすがに戦力差に気づいたのでしょう。戦力だと。過保護はあなただけではないようです。これはこれは、思ったより門限が厳しいようだ。RTB